皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中根です。今日は、<coughs> 2023年10月17日、月曜日でしたね。皆さん、今日はいかがお過ごしでしたでしょうか。東京はね、もうすっかり秋ですね。まあ、秋というか、冬というかね、寒いですね。 空気がついキーンって冷たくてね月曜日はね朝6時にゴミを出すんですけどずいぶん冷たかったですね空気がねまあ気持ちいいですね夏暑いよりねこの時期秋ですかね あのー、この冷たさ、まあ、ちょうどいい過ごしやすさですねエアコンクーラーもいただければ暖房もいただいとまあ電気はあんまり使わないですしね本当に、<coughs> まあ、本当に過ごしやすい一日をね過ごしておりますそれで、まあ、あのちょっとね、 何気に、ね、今まで、うんえー、動画作成サボってたんですけども、まあ、今日から、ね、また真面目にですね、まあ、ちゃんとやろうかと思います。まあ、動画作成と、まあ、たまにはライブをねやりたいと思うとまたねあのホワイトボードを、まあ、ホワイトボードを使って、ねまあ、仮想通貨の説明とか、ね、したいと思うんですよね。 ま仮想通貨とか、FX とか、まあ、いろいろ投資。まあでもね、ちょっとグレートリセットが近づいてるかなって感じするよね。うん。まあ金融のグレートリセットだけじゃなくて、まあ戦争っていうかね、まあ人類滅亡のね、グレートリセットとか近づいてるような気がして、まあ全てにおいて、まあ、うん。 ロシアはね、X っていう表現してるし、まあ、X っていうのは惑星 X のことね。まあ、これはいわゆるニビルですね。<laughs> 惑星ニビルが、まあ、いてですね、もう地球の近くにいてですね。あの、<laughs> <laughs> まあ、今回のね、 地球人類を創生した宇宙人がね、来てるんですよね、地球にね。まあ、それで、<laughs> 各国のね、政府がね、ちょっとあの不安定になってしまって、まあ、それで戦争状態になっちゃってるということなんですよね。うん はい、それでね、あの、これドル円なんですけども、先ほどね、これ付き足なんですけどもね、これちょっと、見にくいから、取ろうか。<laughs> これまあ、付き足で <laughs>、 こまあダブルトップ、まあヒゲがあるんですけどね、ダブルトップ。近いかもしれないね、これね。で、先ほど日銀がね、介入入りましたね。うん。まあ徐々に徐々にまた植ってたんですけど、あの、ここで一瞬で入りましたね。このヒゲ。 1>, 1分ひげですね。まあ、149円。百5 0円ぐらいったら149円。75。十五ですね。75で入って。 148円。75ですね。入りましたね。一瞬、一瞬ですね。まあ、一分足でも一瞬ですからね。そして、まあ、あの、損切りとか、まあ、この辺でロング入という人多いですからね。あ、ここら辺、落ちてきたら買うと。で、ここまで、まあ、ロング持っててね。こうずっとロング持ってて、ここまで落ちたら、まあ 損切って S ですよねまあ損,損切りだからまあ SS ですねいろいろあってバチ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 やって結局上いくんですよね一気にねまあ、こんだけ落ちればロング入れるよね大体ね、うん、まあ自動で入ってるからねこんだけ落ちたら入れるっつって。 この辺ずっと、予約が入ってるからね、バーンって上行くんですよね。うん、まあもちろん、ここら辺、ここら辺まで来たら S が入るんですよね、やっぱね。早く理学しようと思ってね。あの、まあ、理学しようとですね。入って、ダーンっていって、まあ、一気に落ちますよね、やっぱね。ステパーって登ってきて、こう行って、 今こうですけど。まあ、あの、移動平均線がこう上行こうとしてるんでね、75移動、75移動平均線がね。まあ、これもとこうでしょうね、上でしょうね。うん、まあ結構しぶとい、結構低いところに入れてきてますね、もう日銀がね。まあ、150円台じゃなくて、140、150円台、149円台に入れてきてますね。まあ、前回の時は、 100前回の前ですねこのとこですね <laughs> こ,こよりは今日の 149円75よりは上ですね。149 14円80、<laughs> 85ぐらいですかね。10ピプツぐらい上ですかね。83か8ピプツですかね。まあ大体同じぐらいのとこですけれども。まあ渋いですね。こんなとこでね。だから1百五十5 0円は行かせないよってことなんですよね。 ただ、まあ、こんだけなんで上がっていくかっていうと、オプションがあるからなんですよね。オプションがあって、何オプションかっていうと、まあ、<laughs> 中国の銀行とかが販売している、タッチオプションですね、これね、タッチオプションがあって、えー、例えば今、今年の12月31、31じゃねえだろうな。 かぐらいかなちょっと曜日によって違うからね土日やってないから2日ぐらいまでに、えー、例えば155円とかね155円タッチ一瞬でいいんですよ一瞬タッチしたら <coughs> 10倍とかね ああ、20倍と。だまあ、ヘッジファンドとしてはさ、まあ、1本1兆円ぐらい1、1本1兆円ぐらい、まあ、もっとかけるけど、1兆円、一兆円が20兆円になるわけですよね。だから、面白いから乗るわけですよ。まあ、1兆円ぐらい損してもいいやと思ってね。まあ、あとは、個人投資家とかも乗るしね、世界中の中国人とかアメリカ人の、 まあ個人ヘッジファンドなんかも乗ってくるから、まあ十二月二十日か、まあもうちょっと遅いかもしれないね、これね。二月二十日ぐらいかもしれないね。この調子でいくとちょっと十二月二十日は無理だね、これで。これ百五十五円は無理だから百百五十二円かもしれない、これね。うん、百五十二円。 これ、オプションがあるんですよ、上にね。オプションっていうか、まあ、あのー、まあ、中国、中国銀行とかさ、まあ、今だったら中国かアメリカしかないですけど、まあ、あと、イギリスもやるかもしれないね、イギリスの銀行で。<laughs> まあ、正規の大爆地をやるわけですよね。正規の大爆地を仕込む、仕立て上げるんでね、それに対して、まあ、世界中のヘッジファンドとか、 まあ、マフィアだよね。マフィアが乗ってくるわけですよ、金出して。あとは、軍事政権がね。軍事政権が政府の金を倍にで10倍にしよう、20倍にしようっ,つってね。まあ、も,うもちろん、マフィアの、あの、金もねあの、20倍になったらいいなと思うわけだよねで。乗ってくるわけだよ、これ。うん。まあ、いわゆる、あれですよ、カジノと一緒ですよ。はい、カジノ、カジノとか、 客,客船で開かれるカジノと一緒だよね。うん。で、それで、まあ、一晩でね。まあ、別に10倍になる、20倍になるって大したことないんだけど、まあ、あの、連合組むと確実ですよね。まあ連、あの連合っていうか、<laughs> <laughs> まあマフィア対、マフィアがね、手を組むとか。 ヘッジファンドが手を組めば確実に上がっていくけど、それでも、ままあ、中国の銀行とかがね、銀行のどっち手を組めば、ショート入れまくれば上がんないわけですよ。だから最後の最後、どっちが金持ってるかでかかってくるわけですよね。うん。で、まあ、年金機構とかね、政府とか、金、借りまくるわけです、最後ね。 最後の、最、正義の大惑星が集まるわけよ。それこれいくらかってことで、これはもう、あの、この辺から、ここら辺から決まったわけですよね。この辺から、まあ、ね、2 0 2 3年の、2023年の20、2024年の2月20日に、えー、150、1 5 0 2, 円ちとかまあ、2月20日だったら155円とちとか、160円ちとちると。で、20倍ですよって出てくる、ね。お20倍すげえと。でもね、160円ありえないよと。うん、で、こっからだったら、これは2000。 2021年ですね。だから <laughs> 3、3年かけてね。ここから3年かけて <laughs>、3年間で言うと。で、まあ年後組んでいくわけだよね。1万だとかね。まあ3年間とか。<laughs> まあその間に、まあ小さなね、オプションってのいっぱいあるわけ。ここまで来たら。 2倍払うとか、ここまで落ちたら、ここからね、ここまで落ちたらいくらとか、4倍払うとかね。で、まあ、行かないっていうかけた人は損するし、行った人は得するしとかね、まあ、いろいろあるわけですよね。うーん。だからこれ、まあ、3年も4年もかけてるヘッジンドもいるしね、ヘッジンド。 まあこういうの、こういうでかいのやらないでね。あの、小さいのしかやらないという H バンドもいるからね。だから、このどっかに仕込まれてるわけですよね。それをまあ、3年、5年、長期目線でね。3年、4年で。長期目線で、まあ、ここからもう仕込んでいくと。ロングをね。こういうところで仕込んでいくと。で、まあ、ここはそうしちゃうけどね。で、これロングで。 うんまあだからこ年末じゃないでしょうねもう2ヶ月しかないから年末でい <coughs>、うん、くのかな2月の終わりぐらいだと思いますね <coughs> 160円ぐらいですね200円はいかなかったですね 今から200円はちょっときついけど、200円ってやついよ、これ。50倍くらいになるから。で1兆円がさ、50, 50兆円になるわけですよね。まあ、いくつかの銀行はもちろん倒産するんですけど、まあ、ヘッジファンドは大儲けですよね。 2倍、まあ、せいぜいね、1八倍とか2倍ぐらいですよね。年市ファンドってね、それが50倍とかありえないですよね。だから、50倍になって、まあ、20倍ぐらいで返してね、であと 30, 30倍は従業員で分けようと。そんな感じですよね。 だから、お客さんがね、あの、年金機構から1兆円預かって、まあ1兆円を20兆円で返して、そしたら推計30兆円はあの、従業員で分けちゃうと。30兆円ね、そしたらもう一人1000億円とかね、なるわけですよね。まあそういう世界ですね。 おすっごい下がってきたすいません。咳込んじゃってね、すいませんでした。別に今 あ肺が悪いってわけじゃないんですよね。いつも肺は別に何ともないよって影も出てないよって言われるんですよね。だからね、僕は、あの、食道っていうかまあ、気管肺じゃない。僕もね、肺が痛いわけじゃないんですよ。咳が出るだけなんですよ。だから気管なんだろうね。気管が、アレルギーを起こしてるんですよね。一にね、うさぎ。 家でね、家でウサギ飼ってからなんですよね。アレルギー、アレルギーが出だしたのね。うん、まあ、ウサギの選手だからったんですけど。<laughs> <laughs> こっから上がってきますね。うん、うん、75位度平均年が平行になってきたんで、これ上がってきますね。うん。まあ、これね、これちょっとデモで。 デモで口座開きました。デモ口座ですね。今マイナスですね。マイナス5万4千円ぐらいか。はい、あと、<laughs> もしもし。仮想通貨見てみようか。 うん。すごい上がったね。この2日間で、1日ですごい上がったね。ええー、上がってきましたね、ビットコインね。まあ、こんだけ、こんだけで一気一遊しちゃいけないけれど、でも、ピンと上がってるよね、今回も,も、ね。このままいくんじゃないですかね。 このままいくんじゃないですか上に。うん。最近、あれですね。まあ、あの、仮想通貨関係の YouTube 動画もまた増えてきたね。あ、 ああ。雲抜けたからだね、上がったのね。この、この赤い雲、はい、あ、この赤い雲抜け,抜けてるじゃないですか、このところ。これ、加速ですね。加速して上に行きますよね、これ。あ、はあ。 一旦加速して静まったんだけどもう行ったんですねこれねこれビットコインは年末にかけて上がるねこれね地味だけどね こは懐かしいね、これ2018年12月ね。懐かしいですね。<coughs> <coughs> 地味ですね。じわじわですね。この辺と一緒なんだよ、ね、こういうとこなんですよね。でもそれにしても地味だな。でも確実に大,きに大きく上がってますね。ああ、そしてここで転換点があるんだ、これが。 こいつなんだってんかんて。ん ?10 月20日 ?10 月25ぐらいか。10月25。10月25に結構大きく、大きく上がるのか。うん。 10月25日ですね。買っといた方がいいね。ビットコインね。買わないとダメだね。うん。しまったな。そういえばまあ、ちょっと見たんですけど、YouTube でね。これ、芝居コイン。柴犬コイン。 で、億万長者、億万長者どころじゃないでくて、ね、長万長者になった人がいるらしいですっ、ね、て、これね。まあ、他の YouTube でも見てたんですけど、まあ、1兆円持ってるとかね、言ってたんですけどね。まあ、これがもう0.00、まあい、一サトシの時ですよね。まあ、リリースされてから、その日から買い出したって人がいて。まあ、自分がリリースしたのかもしんないけどね。うん、うん、自分がリリースしたのかもしんないけど、それをちょっと定かせない。 で、今、6300億円、6200億円になってるんだけど、ね、このコインマーケットキャップっていうのは、あの、信用にならないからね。なんなのかってったら、これ、ただ単に、あの、個人の人が、まあ、個人というか、勝手に経営してるだけで、あの、公でもなんでもないんですよ、これ。どっか国の機関なのかとてなんでもないんですよ。ただあの、あの、民間企業が勝手にやってるだけでね、 で、ここに載ってる情報って何なのかって言ったら、これはまあ確かに、各こう、プロジェクト、まあ各コインの事務局からあの言われた通り、こう、表示してるだけであって、こ,これもね、まあ、税務署から目つけられるから、まあ、5分の1とか10分の1ぐらいに表示してるだけなんですよ。まあ、申告してるだけだの。だってこの申告自体だって無意味だから、 何でも OK だから、こんな民間なんだから。適当なんですよこうう、こういうマーケットキャップなんて。だからこれね、多分6兆円ぐらい集めてると思うんだよね。6兆円。あの、少なくてもね、10分の1ぐらいしか表示してないから。1000万、1万、100万、1000万、1億、10億、1000億、6200億円って書いてあるでしょ。価総額が、これ違うからね。 大抵でも10倍の6兆はある。そうするとさ、税務,税務署とかね、国税とかさ、まあ F インタ、インターポールがさ、金取りに来るわけですよね。あ金出せってってね、で、取られちゃうけんだから、6200億円ぐらい。これ、まあ、全部取られてもね、まだ、まだ,よま,だまだ9割残ってるというふうにした方がいいよ。もうほとんど、まあ、そういうやからがや、やからっ,つってとってでしれけどさ。 だから、その、日本人がね、あのまあ2、2兆3000億円持ってるって、話はまんざら嘘でもないんですよ。多分この芝犬をリリースした人なんだよね。で、えあの日本人でね、まださ30歳ぐらいから若い人で、2兆3000億円持ってるんですよね。で、夢、夢あるよね。<laughs> 夢あるね。まあ自分でリリースもして、まあバイナンスにね、バイナンス上場してもらってっていうのが、まああったのかもしれないけどね、難しいのがあったのかもしれないけど、あのー、そういう、まあ、世界的なコネクションを持ってなくちゃいけなかったのがあったのかもしれないけれども、まあそれにしても、2兆円持ってるとか、まあ、それじゃあ最低でもね、まあ5億円持ってるってはすごいよね、やっぱりね。 草コインでさ、草コインリユースしたさ、された時から買い始めてね、一サ年からね。で、まださ、0.001054じゃない。むちゃくちゃ安いんですね、これね。だ俺は買う、これは。これは0.1、<laughs> 0.1になるよね、それで。 0.1円って言うと10。今から10倍、100倍ですよね。今から100倍になったら、100倍になっても0.1なんですよ。だから、1万円入れたら100円になるでしょ。10万円入れたら1000万なんですよね。で、 うん、100万円得たら1億になるんだけど、まあ、とりあえず10万ぐらいかな。うん。そうすと1000万なんでしょう。まあ、一財産さんになりますよね、芝居のね。うん。芝のは、んでこれ、どこで買えるのかって言ったら、日本で買えるのかな。もう結構安くなってるよね、この芝のね。うん。 まあ、一番よくやめたら高いけどね。で、市場っていうところでさ、まあ。バイナンスで買うのが一番いいよね。あと、クーコインって。これはまあ、韓国ですけどね。コインベースでもいいし。まあ、大きなところで買った方がいいですよ。これ。上の方ね。うーん。まあ、あとは日本、日本があればね、いいけど。 小さいところで買うとね、取引所自体がなくなっちゃうからね。あとユニスワップもひょっとしたら、その、まあ、ウォレットだからね、なくなっちゃうかもしれないんね。ないっすね、やっぱり。あの、まあ、バイランスが一番いいですよね。まあ、ただ、まあ、日本人使えなくなっちゃうかもしれないんで、バイランス自体が。まあ、クーコインがいいかもしれないね、ひょっとしたらね。 うんまあ、取引量はバイナンスが全然上ですけどね。<に>うん、柴犬は買ったうがいいよ、ね、じゃあ,あとはつったら、まあ、ビットコインは、ビットコインは確かにね、あのビットコイン1億そ、まあちょっと1億とか、まあ、2000万円にはなりますよね。2000, 2000万円にはなる。 なる。絶対に。今、420万だけど、400万しようか。400万がさ、5倍なんですよ、たったの。たったの5倍なんですよ。絶対なるよこれ。絶対なる。たったの5倍。誰も買わないですよ、これ5倍だったら。ただ、有名だからね、ビットコインは。有名だから、あの、ビットコイン ETF が承認されたら、まあ、承認されますよ。 時間の問題ですよ。ん、多分来年ですよ。来年は2月か3月ですよね。承認されたら、まあ、銀行とかヘッジバンドで買うから、そしもう平均すぐに5倍になる。5倍、10倍になる。4000万になる。でもただそれだけ5倍、10倍。1倍には100倍ですよ。どうします ね、これ、100万買っても、500万しかなんない。100万買っても1000万しかなんない。10万買っても50万。10万買っても100万。芝居でも10万買えば500万。10万買えば1000万サリアムイーは難しいよね、これ。惑星 X ですからね。<laughs> これはね、あの、変わんないかもしれないね、これね。いっても50万でしょうね。2倍ですよね。 うん。これはニビルなんですよね。ニビル。リップル。ニップルは、あの、違うんだよね。こう谷村新司なんですよね。谷村新司なくなったけど。<laughs> うん 銀河連邦なんですよね。あのだからですよね。あとは、まあ、カルダノも X なんですよね。2ビルなんですよ。で今回2ビル分けるんですよ。 うん、あと同時ね同時もこれですね。 あとはないっすかねうん。芝居のみたいに、まあ、10万倍とかさあ、5万倍になったっすよ、ただ、それな、うん。5万、五万倍になったっすあた一 1, 1年ぐらいで。あ5万倍。ってことはさ、1万円が5億円だからね。 100億円が500億円ですよね。あじゃじゃ、100万円が、まあ、万かける万で億だから。だから100万円が500、500億円。ね。すごいよね。まあ、んで、ガチャガチャやってるうちに、 2兆3億円なって言ってましたね。だから、すごいね、やっぱりね。持ってる人は持ってるんだね。1兆円とか2兆円とかね。30歳でね。で、ドバイに住んだやつでしたね、もうね。まあ、日本だと、あの、ちょい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 、ね、現金に換えて、まあ、例えばドルに、US ドルに換えて、買える、買えた瞬間にね、20%、え ああ、そうか。大体55%の税金があるからね、仮想通貨はねあ。ドバイだったら0円だね。円だから。ドバイですぐだろうな。2, 2兆円のさ55%っつったら、いいえ,いいえ,え,いえいっえ一 ?1 兆千兆円か。やだよね。半分以上取られちゃうもんね。 ドバイに住めばタラだもんね。に日兆円前も,もらえるもんね。し <laughs> 日本に帰ってこられないけど、あ半分以上はあ、半分以下だったら帰ってこれるからね、例えば5ヶ月ぐらい日本に滞在して、7ヶ月はドバイにンむとしたらまあいいよと。まあ旅行がてらでは日本に帰ってこれるし。 そんなね、冬とか寒いしね、夏は暑いから、まあ、ドバイも夏は暑いけど、冬ぐらい、冬に帰ってきて、<laughs> まあ、また春先に春が終わったらドバイに行くとか、まあ、ドバイじゃなくてもいいんだもんね、世界旅行してればいいんだもんね。だから、あいいよね、しかもお金、<laughs> 2, 兆2兆3 0三千億円持ってるよって。うー、んうん、何ゆくってね。 何を食って何を食べてどんな生活すれば全て消費できるのかなと思っちゃうけどまあ僕だったらまあ子供食堂や,るやりたいなと思うけどね本格的にねはいでまあ仮想通貨はそんぐらいからあのあくまでもこの0.00っていうのを買った方がいいですよこの例えば40円になってるとか100円になってるっていうのもね 100万円、200万円買っても、もしなくなっちゃったら大変だから、100万、200万。それは、よりは0.000っていうのを500円だけ買っとくとか、1000円だけ買っとく、ね。こういうやつをね、1000円だけ買っとけば。ね、んで、1万倍になればさ、何百万とか何千万になるし、1000円がね、あの時にもっと買っとけばよかったっていうのは、まあ、まあ、いい子なしでね。それでいいと思いますけどね。 まあ、なんでビットコインはちょっとこのまま上がっちゃうだろうね、これね。1000万いくでしょうね。年内にいくかもしれないね、これね。雲切れて。10月25が、10月25が雲の転換点なんで、ビー、ビーって上に行きますから。まあ、500万ぐらいは、500万ぐらい行っちゃうからね。はい。とりあえずね、今日復帰戦ということで、あの、今日はこの辺でね。ああ、上がってきましたね。 これはドル円ですけどもドル円1分のシーズがダラダラしてるうちにね上がってきましたね上がってきたねまあ上がったり下がったりしながらやっぱりぐッと上行くんだよねはいそれではねあの今日は復帰戦ということなのでこの辺で終わりにさせていただきますがまたねあのホワイトボードを使いながらですね、えー、生な自分の顔を出しながらですね えどっかシール貼ってあるどこどこほっぺたに何かシール貼ってあるとかとぼけて、いろんなことをね、やってみたいと思います。そしてまた、えー、たくさんね、あの、チャンネル登録者集めてですね、日本全国、まあ、母ちゃんがね、まだ生きてるから、あれですけど、母ちゃんが黄泉の国に行ったらですね、また日本全国回りながらですね、 あのー、困った人にお金を配っていきたいな。というのは本心ですね。2兆3000億やればさ、いくら欲しいの ?3000 万。はいよー。はい、次の人。いくらはい、200万。はいよー。そんだけでいいの足りない。はい、次の人。っつってね。日本中もありながら、少しはね、役に立ってるかなと思って それでは今日はね、この辺でご覧にさせていただきます。千葉県松戸市より、トブクルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございます。失礼します。